ブダペスト祝祭還元楽団は、ブダペストを本拠地とするハンガリーのオーケストラ。略称は、英語では、ブフォ、ハンガリー語では、BFZ。2020年2月現在も、創設者のイバン・フィッシャーが、音楽監督を務めている。1983年、指揮者のイバン・フィッシャーと、ピアニストのゾルターン・コチシュを、音楽監督として創立した。 構成する音楽家による自主的な演奏団体である。祝祭の中からもわかるように、当初は年に34回程度、ハンガリーの音楽祭などのイベントで演奏する団体であったが、1992年に常設オーケストラとなった。ハンガリー国内において、ベーラバルトーク国立コンサートホールやリスト音楽院大ホールで定期的にオーケストラ公演を行っているほか、 ハイドン、モーツァルトコンサート、室内オーケストラ、歓楽機による公演や子供たちのためのココアコンサート、8月にはサマーコンサート、12月にはクリスマスチクルスなども催している。また、定期公演中には毎年3月のブダペスト春の音楽祭への出演も含まれる。近年ではザルツブルク音楽祭をはじめ世界各国の音楽祭に出演するなど、 国際的な活躍も目立つ。本楽団は、イギリスの音楽雑誌、グラモフォンによって、ザワールドエスグレ s g ス e オーケストラズの第9位にランクされた。2020年には、同じくイギリスの音楽雑誌、BBC ミュージックマガジンによって、ザベストオーケストラズインザワールドの一つにランクされた。すべての団員が、毎年オーディションを受け直し、しかも、 ソリストとして契約するなど高い技術水準を保つシステムを採用している。レコーディング活動も積極的に行っており、1996年にはフィリップスとは専属契約をチャンネルクラシックスとも2003年から協力関係を結んでいる。ありがとうございます。